はい、こんにちは、文豪です。えー、少し前に予告した通りですね、えハサミの話をやろうと思ったんですけれども、ハサミをですね、ちょっと並べてみたら、あまりにですね、ちょっと、あの、種類がいろいろあるのと、ハサミなんですけれども、いろんな切り口で話ができるなぁと思っていて、 えー、それぞれですね、まあ、語ることとかちゃんとね、組み立ててから話さないといけないなと思ってですね、えー、いますので、えー、今日はですね、まあ、その中ではライトな話でもう見てわかるやつからいきたいなと思います。で他のやつね、ハサミってね、あのー、いろんな切り口からね、まあ、ハサミだけに、えー、いろんな切り口からいけるわけですけれども、あのー、例えば用途や目的によっての違いもあるし、デザインの考え方の違いもあるし、それから、まあ ね、最終的にはですねハサミが切れるってどういうことなんでしょうっていうことでよく切れるハサミってどんなハサミなんだろうとかねそんな話もね最終的にはしたいなぁと思ってですねまあいろいろとね並べていくとですねいろんな違いがあってですね説明もなかなかできるんじゃないのかなというふうに思っているのでですね、えー、そんな話をですねじきにしたいと思うんですがハサミばっかりずつ続いてもなんなので えー、とりあえず今回は、えー、ね、第1回ハサミヘンテコリなものをまず紹介してですね、まあ、次からですね、えー、ジャンルごとに分けてですね、説明をしていきたいなと思います。ということで、えー、今回はですね、えー、ヘンテコハサミなんですけれども、もうね、あの前回の時にですね、えー、出ただけでもですね、まあ、このでかいっていうのがね、えー、出てましたので、これですね。あの、こんなこんな大きさです。 えー、これねもともとはですねあのー、まあなんかあのアメリカとかのですねあのー、なんかねテープカットとかそういう時にねこうねあのセレモニーとかでこう切ったりするようらしいんですよで、えー、なのでまあこういうね派手な形をしてるんですけれどもこれね切れるんですかっていうコメントが前回あったのでちょっと切ってみたいと思いますはいでこれですけども一応ねこれね見ていただくとこれちょっとね 一応ね、肌も物が付いてるんですよ。ここのところ。ね。斜めにちゃんとですね、ほら、削り上げられてるというかね。えー、尖れているので、まぁ、あ、こんな感じになってます。んで、ここにね、えー、紙を。これね、両手じゃないと締められないので、ここのところがですね、持ったまま切れないんですけど、はい。両手で持っといて、これ締めます。シャッ、シャです。<laughs> 見えた見えた。はい。もう一回行くね。はい。 ということで、これなんですけども、案外ちゃんと切れるんだよね。これほら、こうやっといてですね。せーの、このぐかな。せーの、しゃ。はい。よく切れます。危ない。なので、これはですね、ま、こうやってね、腰につけたりとかして、持ってると明らかに重刀法違反です。 えこれね、持ち運ぶときにはケースか何かに入れて出せないようにして、まあそれをですね、カバンの中とかにしまって何か目的があってですね、セレモニーに持っていくとか言うんで、理由がない限りはですね、これをですね、えまあね、あの、すぐに出せる状態でこう腰に刺すとかみたいな状態でですね、歩いてるとですね、間違いなくこれはあの、銃刀法違反で捕まりますんで、まあこれ危ないものはですね、気をつけてくださいね、という話です。 じゃあ他のものも行ってみましょう。続いてはこちら。これなんですけれども、なんかね、ごっついのがついていますけれども、こんな感じになっています。これ何かっていうとですね、ここのところに電池が入っていて、ここスイッチになっています。スイッチを押すとですね、なんと、はい、レーザー光線が出てきます。で、レーザーでですね、これが、あの、まあ、あのね、レーザーポインターみたいなやつと同じなんですけど、これはあの、 えっと、一点で照射する方式ではなくて、まあライン状に照射するんですね。なので、えっと、ハサミのね、向かってる方向がですね、すごいちゃんとわかるようになってます。なので、切りたいときにですね、こうやって紙を買って入れるとですね、こっちに向かって切ってるっていうのが、すごいちゃんとわかるというね、えハサミですということなんですけれども、えなので、こうやっていけばですね、そのまままっすぐ切れるのかと思いきやですね、まあ途中でブレてもですね、ブレた方向に、まあレーザーが向くだけなので、まあ むしろですね、まあこれだとですね、まあ目標が決まっている場合ですね。なので、えっ、ー、と、こんな感じでですね。 うん、ここに向かって切りたいっていう時にはですね、こうやってあげるとですね、まあちゃんとそこに向かって直線で切れるというね、メリットはありますけれども、まあ毎回こうやってね、えー、ずれないように見ながら行くとですね、そこに向かってまっすぐ行きますよ、という風にはなりますが、という感じですね。えー、まあ便利なのかっていうと、そんなにでもないっていうね,ね、感じではあるんですけれども、このね、ごついレーザーサイトっていうのがかっこいいじゃないですか。 ということでですね、これは、あの、なかなか楽しんでおりますよ、という、えー、レーザーハサミですね。えー、切れ味は、まあ、まあ、うん、まあ、中の芸ぐらいです。はい、っていう感じのですね、えー、ものですね。こんなのがあります。 はい。続きましてはこちら。えー、まあね、えわかりやすい。ハサミにですね、テープカッターつけましたっていうものですね。なので、まあ、ハサミ部分は普通にハサミなんですけど、あ、まあまあ切れるな、ちゃんと。はい。なんですけれども、えー、こっちにね、テープカッターついてますって感じなんですけども、テープカッターをつけるために、このね、幅がね、ほ普通にですね、ここがテープカッターでしょ、こんな形になってるので、その分だけですね、厚みがあるので、指入れるとですね、結構ごついです。 なんかね、上手に指でのが難しいぐらいの感じですね。うん。で、あの、下はこんなに本当は厚みいらないんですけども、テープカッターに合わせてあるので、こね、厚みを揃えてあるのでえ、下もすごいね、分厚くなっていて邪魔です。うん。ね、その加りでこっからテープが出るよって感じなんですけど、これがね、このね、切れないんですよ。 えなんで切れないかっていうとテープカッターってここの刃に対してですねこうグイッとグイッと引っ張ってあげなきゃいけないんだけどこの下にあるこのハサミの刃が邪魔でですねこ下に引っ張れないのででまあ、ここのね角度もあんま良くないですねなのでこれ全然あとね日本だとセロハンテープが多いんですけれどもこれ PP テープってねポリプロピレンでできて伸びるんだよねこれがで切れないので、えー、ここでちょっと押さえてあげてギュッギュッギやると切れない。 やると、切れんやんけーっていうね。これもむしろハサミでここを切りたい気分になってしまうっていうところがですね、うーん、ちょい残念っていう感じなんですけれども、これもですね、えーまあそういうね、まあまあまあ、アイディア文具倒れな感じではありますが、まあね、テープカッター付きハサミね。こういうね、あれとこれ一緒にしようっていうのは結構あるわけですけれども、まあこんなものがね、 あったりしますまたね、えー、実用性っていう意味でいけばレーザーの方が良かったかなって感じもしますけれどもはい。続きましてはですねこのハサミなんですけどもハサミっていうかですねここについてるもののインパクトが強すぎてハサミの方が隠れちゃってる感じですけれどもこれですねなんだっけな他のようだっけな芽生えだっけななんだっけなあのー あの、用事向けのですね、雑誌についてきたおまけなんですけれども、これはですね、えー、ハサミっていう風になってるんですけれども、これめっちゃ邪魔なんですけれども、ここのところにですね、まあ、電池が入っていてですね、で、えオフ AB ってなっておりますということでですね、この AB っていうのにね、入れてあげるとスイッチが入ります。で、この状態でね、ほら、こうやってね、あの、喋るハサミということでですね、こうやってやると喋ります。で、一応ね、これね、ハンもね、 プラスチックのハサミになっていて。おあ、すごいなんかね、今、誤動作すごいしてますね。あの、はい。えっと、まず A の方がですね、直近っていうモードになっていてですね。で、ここのところにですね、紙を入れると、まあこれあの、プラスチックの刃先なので、えまあ紙は切れるけど手が切れないっていうやつですね。はい。こんな感じです。直近。これね、切り進むのも難しい。ほら、これ、 通ストローク目以降これが引っかかるのでやっぱねもう本当にえ最初からまあ幅がないものですねこういうやつしかえ切り落とすことができないって感じですね。っていう感じのハサミですね。はいでこれあのまあ B にしてみましょうか。はい B にするとですねこれがですねえ魔法のハサミに変わります。はいっていうね、は。い はい、ということでですね、え切った音が素敵な、えーね、感じになります。魔法っぽい音になります。ということで、こういうね、あの、喋る文房具の中でハサミって結構あるんですよ。ということでですね、これはまあちょっとね、あの、そんな感じで残念なわけですけれども、えー これね、それに先立つこと、何年ぐらいかな結構昔に出ていたやつで、これ BI っていう会社が出している、えーね、あの、カー直近っていうね、えハサミなんですけども、こんな感じになってて、一応ね、足がついてるんですよ、ちゃんと。で、足がついていて、これね、こうやって立っててくれるんですけども、ね、こうやって立ちます。ま、こんな状態で立ってるんですけども、え立つハサミなんですけども、これをね、足をこうやって収納すると、ま、飛行形態にね、ガウォークって感じですね。 マム、えーまあ、まマクロス知らない人は分からんな。はい。えっ、ー、とー、って感じなんですけども、これでですね、えー、これでカッてやると、えー、飛行形態に変わるっていうね、なかなかいい感じのですね、鳥型、ハサミです。で、キャップを外すとこんな感じなんですけども、こういうね、この顔のでかさに対して、このね、えー、ハサミがちょっとね、可愛いっていうね、感じですけれども、これもね、同じように、ここにね、スイッチがついてて、オフ1、2ってあります。で、1にしてみましょう。1、はい。1にして、はい、切るぞというね。 感じですけれども。よいしょ。これで切るとですね、どんな音がするかって言うとあ。カラスだったのっていうね。<laughs> えっていう。カーって言うっていうね。はい。ということでですね。 まあこの子ですね、あれですね、こんなパッケージに入ってたんですけども、えー、カーチョッキンっていうね、喋ったらーズシリーズって言ってね、これね、実はね、いろんな文房具があるんですけども、その話はまた今度やりますという感じで、はい、えー、喋るハサミ、カーチョッキンなんですけれども、2の方にするとですね、はい、カってね、2の方にするとどんな声かなるかっていうと、ということでチョキチョキ、ちょっちょっ。 という感じです。はい。ということで、カー直近。ね。カーって言ったり、直近って言ったりします。で、これなんですけれども、まあ、これね、BI っていう会社だったんですけれども、その後、この会社が変わったのかなえーとですね、あ、お、お、おちょっと生き返った。はい もう本当にね、電子物がね、古くなるとダメだね。えっ、ー、と、こっちはですね、え、BI のその後ですね、ここがですね、えー、なんだっけ。えっ、ー、と、メガハウスだ。ね、今のメガハウス、多分ね、BI とメガハウスって、もともとあれだったと思うんですよ。BI がメガハウスになったんじゃないかなはい、ペンギン型です。はい、ペンペンって言います。ちょっとね、これね、誤動作します。1にすると、 あ、1にすると泣かなくなった。1でね、ペン以外のもね、なんか、多分ね、1は直近だったと思うんですよ。で、チョキチョキっていうのと、あとペンペンっていうのがあるんですけど、あ今なぜか一瞬復活していたけど、またちょっと死んでますっていう感じですね。もう本当にね、電子ものはね、本当難しい。で、これは一応ね、ロックがついていて、閉めたところでこれをカチッってやるとですね、この状態でロックがされるようになっていて、こういうですね、 状態で保存でき、あの保管できるようになってますよということで、ね。これ何ていう名前だったか忘れたけど、ペンギン型です。はい。え、べるハサミね。そんなのがありました。で、べるハサミもそうなんですけれども、ちょっとこういうね、面白い系だとですね、ま、こんなのがありますよという感じですね。はい。 えっと、これはですね、バンダイのね、あの、ポケポケットザウルスシリーズっていうのがありましてですね、これもですね、もうめっちゃいろんなのがある。これホチキラトプスっていうホチキスですね。で、これね、はか、えっ、ー、と、なんていはかってメジャラスだっけな、ね。えー、こういうですね、メジャーになってます。で、えー、まあこんなのがあるんですけど、これがですね、ハサミ。ね、ハサミでですね、これはあの、チョキラノドンっていうね、えー、抑竜型ですね、なんですけれども、まあ恐竜の形のですね、えっ、ー、と、ものになってます。 昔ね、あのー、この恐竜とちょっとメカっぽいデザインっていうのがですね、あの、今もちょっとやってますけど、ゾイドっていうのがあって、ゾイドはね、最初ね、えー、っとね、あのー、共和国軍と帝国軍に分かれていて、デザインされていて、共和国軍の、あの、まあ、ゾイドって元々はですね、機械生命体ゾイドって言ってですね、 あの、何ですかね。えっと、恐竜型のね、あの、おもちゃだったんですけども、そういうのが流行った時代だったので、メカっぽい恐竜っていうのがね、当時流行ってたんですよ。な、そんなのでね、こういうですね。で、これ横に口が開くんですよね。なんですけれども、こんな感じで、ま、ハサミとしてはこうやって使うんですけども、収納するときにはですね、ここのところはカチッとね、縦になってですね、ま、これでですね、え、こうやってですね、置いておくこともできるっていうね、なかなか優れものだったりします。こんなものがあります。 まあね、ハサミはだいたい鳥にされがちっていうところでですね、一番わかりやすいなこれね、ドンっていうね。これね、どこで手に入れたのかもよくもう覚えてないんですけれども、こんなね、これ普通に使えるんですけど、普通のえ寿命ハサミなんですけれども、えーとして全然使えるし、切れ味もなかなかこれがいいんですよ。で、普通に使えるんですけれども、見た目がカラスっていうね。ね、あの、カ、カーっていうこっちよりもですね、よっぽどカラスに見えるっていうね、このね、 このデザインは結構秀逸じゃないですかしかもね、えー、ずい随分昔からあるんですけども、カーブバーに当てます。ね。先端までよく切れる系です。ねいつ誰が作ったのかもはやわからないですけれども、ね、どこのメーカーが出してたのかわかんないですけど、なかなかいい感じのデザインですね。この目玉ついてて、このね、ここがちゃんとね、羽になってるから、これ間違いなくカラスだと思うんですけどなかなかいいですね。はい。なので、これはね、もう、ね、あの、僕の、なんかあのね、 えー、そういうね、鳥系ハサミの中ではね、一のお気に入りなんですけど、これがあります。で、なんですけれども、さらにね、えー、僕としてはですね、お気に入りの鳥ハサミがあります。これがこちらはい。えー、三のペリカンビンっていうですね、日本通運がですね、ノベルティで作ったやつなんですよっていうハサミなんですけれども、これね、ちょっと出してみたいと思います。じゃららーん。はい。えー、はい。出てきました。ペリカンペリカンビンって書いてあります。ペリカンです。 すごくないですか可愛くないですかこのね、えー、無駄に大きなこのね、えー、くちばしの袋。ね、いいじゃないですかペリカン瓶。で、一応ですね、これね、見ると、ここにですね、パッケージのところに、えー、スタンド式ペリカンハサミ、ね、オフィスご家庭にマスコットとしてご利用くださいって書いてあります。ね、ハサミとしてご利用くださいとはどこにも書いてないっていうところはなかなかですけどパテントナンバーが付いていますということで,ですね。まあ、このね、 で、これ、スタンド式ってのはどういうことかっていうと、これ締めるとですね、こうやるとですね、やっぱこれも立つんですよね。ということでですね、こうやって置いておけるっていうね。まあ、チョキラのドもこんな感じですからね。刃の向き全然違いますけれど。なもはこんな感じです。まあ、なんかですね、ちょっとした中華包丁的なですね、このね、えー、大きな刃がついてますけど、あとね、ここがカしメで目になってるんですけれども、このね、一旦こっちに振ってるこのボディがかっこいいじゃないですか。これね、で、こうやって開くんですよ。 これ最高にかっこいいなと思うんですけれども、はい、このハサミを切ってみましょう。はい、切るとね、まあ普通です。普通なんだけど、下、まあ、あのね、これね、案外よくできてるのは、下がでかいけど、下はね、これね、髪の下に隠れるからあんまり見えないんだよね。上だけ見てると普通のハサミっぽく見えるし、まあ、これがね、 ハサミは切れちゃうんでね。普通に作ってあればハサミって大体切れるので、まあ紙切るぐらいだったらこれでも十分使えてしまいますということで、ね。えまあ、置いといて使う分にはこれでも問題はないわけですが、まあもう細かい作業とか全然無理ですよ。なんですけれども、はい。ちょっと置いといて可愛いっていうね、え感じのですね、ハサミになってますということで、まあペリカンのハサミだったりしますと。 いうことで、ハサミはだたい取りにされがちっていうのとですね、しゃべりがちっていうのとですね、あとはですね、まあでかいのありますよっていうのと、ね、あの、中にはレーザーとかそういうですね、ちょっと変わった色物もあったりします。ね、テープがついてるやつはちょっとですね、うーんってテープが切れればね、もうちょいな。 もうちょいテープの実用性が上がっていればですね、これはこれで実用品として使えるのかなと思ったりもするわけですが、まあ、こんなヘンテコリンのハサミもいっぱいあるわけですということで、えー、今日はですね、えー、ハサミ第、ね、 えー、ハサミ編第一章ね。とりあえずですね、ヘンテコリーなハサミの紹介でした。えー、もうちょっと真面目な話はですね、えー、次以降でやりたいと思いますが、えー、ね、ちょっと他の話も挟んでいきたいなと思うので、えー、いつやるかわかりません。ということで、今日のお話はこんな感じです。以上です。